します。甲子園の春が小島の182球に大きな拍手を送りました。9回の裏、仙台育英、10アウトランナー1塁で1番ショートの熊谷。上空がすっかり暗くなりました、甲子園球場。中途半端な高さに投げないことですね、ここね。熊谷君、ちょうどありますんでね。苦しい場面でありますがね、低めをしっかり意識した投球が必要だと思いますね、ここはね。3安打を放っている熊谷。これもいいボールです、144キロ。しかし熊谷はカットします。ランナーね、スタート切るんでね、前の投げがありますよね。しっかり打てるってことですね。戻しきてね。浦和学院はセンターの山根、そしてレフトの服部、いずれも後ろに下がりました。ボールを置きに行かないかもってことですね。